本日の動画なんですけど、ISL について少しお話ししていきたいなと思います。競泳のプロ化っていうのが挙げられるかなと思います。このリーグはですね、本当にルールが 毎年こう変わっていく中で新しいことにチャレンジしてもらえるリーグなんですね。はい、コウスケさん、会見お疲れ様でした。すいません、はい、ちょっと潜入をカット TV で今回させていただいたんですけど、ちょっと質問を僕の方から、ここで取らせていただきたいなと思います。で、一つ目に、ISL で、日本チーム東京フロッキングスを作って参入したそのなんか理由とかきっかけとかがあればお聞きしたいなと思うんですけど、まあ、きっかけは、まあこの ISL を作ったファウンダーが、まあ、日本に来て、まあ、東京にこうチームを作ってくれっていうところからはスタートしてはいるんだけれども、まあ、そもそも僕がそのこの水泳選手の時にどうしてもやっぱこうプロになりたくて、こうプロ選手としてこう、まあ、新しい形をこう、まあ、作ってきたっていうか、まあ、そういう自負はまあ多少あるんですけれども、その中でまあ水泳界自体にそのプロリーグっていうのが、まあ、あるようでない中で、この ISL はまあ本当にこう世界規模でこのリーグがまあ形成されているというところで、まあ自分に何ができるだろうっていうところで、まあ引退してこのリーグをまあ参入することによって、まあ日本国内でのこの水泳の認知であったりとか、まあ、新しいこうリーグの魅力をこの ISL を通じて発信できるかなっていうふうな、そういう思いで、まあ、リーグ、このリーグ参戦決めました。ちょっと2つ目に、じゃあ、まあ、その ISL、 いやもうこれまでのその競泳の大会、まあ、日本であるよくある日本選手権だったり、まあ、インターハイとか、インカレとかとやっぱ違う、内容だと思うんですけど、その中の ISL の魅力っていうのはどこですか？それはこう見てくれる人の目線によって全然違うんだけれども、まあ、一つはまあ個人競技からこう、まあ、チームスポーツっていう捉え方で間違いないかなと思います。まあ、選手各チーム2名ずつこう選手を出しながらこうポイントを競っていくわけなんだけれども、記録っていう概念よりもどちらかというとこう順位っていうところでこう見てもらいたい。まあ、その中でこうチームに加算、ポイントが加算されていきます。まあ、細かいルールだと、まあこの ISL のまあ大きな魅力で言ったらこう、まあ、ジャックポットがあるとか、まあ、これまた多分説明してくれると思うんだけど、まあ、遅い選手からチームを得点奪えるよっていう、まあ、そういったところも一つ面白いですし、まあ、まさにこの男女一緒にやるメドレーリレーの混合リレーがあったりですとか、まあ、こう男子と女子がこう一緒のチームになってこう戦うところもまあ一つ面白いよね。それとまあ最後のスキンズレースね、8人から4人、4人で最後2人でこう勝負していく、まあ、そういうレースもこうでポイントがこう倍々にこう増えていくから勝ち上がっていく、まあ、そういったところもこの ISL の大きな魅力ですし、まあ、あとは2時間一発勝負で、はい、ね、たくさん種目を泳げる選手はもう頻繁にこの2時間の中でどんどん試合に出てくよっていう、このスピード感で演出ね、そういった意味ではこうただ応援しようとかただすごいっていうだけじゃない魅力がね、そこにはたくさん詰まってるかなと思います。僕もちょっとこの T シャツを今日着させていただいてるんですけど、なんで着てんだよいただけたので、すいません着させていただきます。はい、さすがね、プロリーグでグッズもいろいろ今、そうですね、いっぱいあるね。ジュエンさんでも購入できるので、その URL は、このグッズの URL は載せときます。で、まあ、ここにも書いてあるんですけど、東京フロッキングスっていう名前のチーム名の由来とかってどこから取ってきたのかなっていう気になるんですけど、これはまあ僕が決めたっていうか、はい、まあ本当に北島アクアティクスでもカエルがモチーフね、はい、ね、そうですね、やはり自分がこう選手だった時はこうハイライト平泳ぎってちょっと紐づいてたので、まあ、それをイメージにして、まあ、もうすでに ISL 始まった時に8チームがあっていろんな名前がついてたんですよ、うん、でまあいろんなこう和のネームも考えたんだけど、
これってそもそも考えたらこう日本のチームじゃないな、世界中からこう寄せ集めたリーグなんで、やっぱりこう選手たちが馴染んでもらえて、なおかつこう、まあ、見てくれるファンとかにもこう分かりやすい、馴染んでもらえるような名前がいいなっていうところで、この名前をまあ決めさせてもらいましたけれども、はい、文句か。違う。いや、緊張してます。YouTube だから文句なんかないです。なんで決めたんすか、名前にみたいな。その言い方なんだ。違う違う。そんなつもりないです。はい、気に入って来てもらえてるみたいなんでね。もうこれを着て、このシーンズ指導してもらえたら。はい。名前変えようか。いやいやいや、やめてください。勘弁してください。勘弁。素敵なチームです。もう。はい。で、ちょっと僕個人的にすごい気になるんですけど、この4つ目の質問。もし、ゴスケさんが現役の頃に、この ISL があったら、出たかったですか？いや、出てみたかったんじゃない？なんだろう、こう、どっちかって言ったら、やっぱりこう、淡水路っていうよりもこう、長水路でこう、サイクルを作っていくっていうのが、やっぱ2000年以降、すごいこう、トレーニングでも、ロングコースで練習して、オリンピックに合わせるとか、もうね、国際大会に合わせていくっていうイメージ強かったけど、そもそも、日本国内にある、まあ、民間がやってるスイミングスクールであったりとか、ほぼ淡水路じゃん、はい、ほぼもう9割以上だから、淡水の選手たちがもっと強くなってもおかしくないじゃないかっていう、俺はそこに可能性を秘めてると思うんでね。学校のプールも 25m だったでしょ。そうですね、はい。でアメリカとかになればさ、こう、まあ、NCA とかであればヤードって言って25ヤード、 25m、はい、短いプールで試合やったりとかしてるわけだ。だからそういった意味ではこう、ターン前とかターン後のテクニック、スタートとかっていうテクニックはやっぱ僕らまだまだ伸びしろがあるっていうふうに思っていて、もう体の体格であったりとかスピードとかで言ったらね、そりゃ体も小さいし、ね、パワーもないしって中で、じゃあどうやって戦うのっていうのはね、一つ課題ではあると思うんだけど、日本であればね、技術があってとか、本当にこう環境に恵まれててっていう意味では、この ISL まだまだ勝負できるチャンスはあるかなと思いますし、逆に本当に ISL にこう出たいって、ね、思ってくれる子供たちであったり、ね、応援したいって思ってくれる、まあ、水泳ファンの人たち、もちろん水泳以外のファンとかもね、この ISL 興味を持ってもらうために本当にいろんな試行錯誤を繰り返しながら、ね、発展していっていけばいいかなと思いますけどね。コウスケさんが現役の頃、まあ、あんまり淡水路の試合、僕は、うん、まあ、でもやっぱ放送されるのは大体長水路の試合、大きい大会なのであれなんですけど、淡水路って得意だったんですか、コウスケさん。僕ね、嫌いとかない、なかった。あ、別に嫌いな種目でも好きだったからね。スタイル4が背泳ぎだったんだけど、はい、やっぱ練習するの好きだったし、なんかこう得意だったり苦手っていうのを決めつけないで、本当に最初から勝負できないとか思わないでですね、本当にこう、さっきもね、あの質問あったけど、僕はこのリーグを作っていろんなことにチャレンジしていきたくて、その選手の可能性だったりとか、ね、まあ、もちろん価値だったりとかそういうところに紐づいてくるんだけど、チャレンジすることでその先に見えるものがあると思うし、なので、まあ、このリーグがね、こう、まあ、淡水路でスピード感あって、 あれば出たいかったけど、今はどっちかっていうとこうやってね、チームをどうやってこうサポートしていくか、選手をサポートしていくか、この新しいスポーツの価値をどういろんな企業であったり、今日はみんなの銀行さんと一緒にね、パートナーシップを組ませてもらったけど、いろんなこう周りに取り巻くこうね、環境をやっぱりでかくしていくことね、地盤を固めていくことが、それは選手にやっぱつながっていくと思うので、まあ、今からどうですか、狙っては、ね、ISL の、ドラフト、今年ドラフトあったんで、ドラフト、来年、ちょっとシートアップしてもらって、いや、参加基準ギリギリぐらいじゃない、まあ、本当に、もう
日本にたくさんスイミングスクールだったりとかもういろんなね指導してる方たちいると思うんだけど、よくさ昔さチーム振り分けしてリレー最後やったらなんか楽しいかったじゃん、うん、うちもやりますね練習でしょ最後リレーやってとか、うん、なんかそこにちょっと ISL のエッセンスをちょっとまた入れたりした、うん、その工夫ある形のもう、いやいいですねがガチでやるじゃなくてなんかさ記録じゃないポイントにしたらなんか、うん、ねクラブでなんか景品もらえますよとか、ね、じゃ逆にそういうなんか新しいアイディアもそういうところからもらえると思うんで、うんはい、まずはあのコーチ陣でスキンレースをちょっとやってカット TV 流すっていう最後のところ最後のスキン一番しんどいところが来ます。どうぞ今年からなんかダウンしちゃダメ。そうだよこのねウェイツそう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 あの間を泳いじゃダメなんだね、今年はね。ルールがそうやって変わったりするんでね。変わっていくんですね。ぜひ今後もちょっと ISL をちょっとカット TV でも、ぜひ GM の許可を得て追っかけたいんですけども。いやもうぜひ、あの、チームマネージャーの永井さん出させてもらって。永井さんだったり、あの、ね。まあもちろん今回、日本の TFK には、あの、中京の佐々木コーチも、あの、いてますし、以前ね、パッと TV でも、ね、ライブしてもらって帰ってきたらぜひもう一回コラボしてあのいろいろ話聞いてもらって、うんねはい、そういうこともどんどんどん流動的に動いて、まあ、選手も、ね、出る選手がいたんでそこでも話聞いてもらえばなと思います、はいありがとうございました質問ちょっと会見後にお時間いただいてこんなこと初めてだな、ね、そうです今ね、はい、こうカット TV がどうこれからまた成長していくか、うん、どんなことに取り組んでいくかっていうのも僕はもうあの注目してますしなんかそろそろなんかこう違ったエッセンスを、ね、入れていくっていうか、はい、あの指導とかねこうそういうコラボとかっていうのももちろんあれだけど、はい、なんかそういういいコンテンツじゃないけど ISL あるんで先陣を切って ISL をこう伝えるスペシャリストなこう TV あいいですねこれ GM からいただけたらすごいねシリーズ化ちょっとしていきましょう、はい皆さんお願いですからチャンネル登録確かにお願いしますいいねとチャンネル登録お願いしますお願いしますでは小関さんありがとうございましたありがとうございました